はい、大楽の窓です今回の話題日本の岸田首相日欧訪韓を画策するその狙いは一体何だ狙いは何だじゃあ,ありませんよねお宅らが心配などしなくとも天皇皇后両陛下をそんな地域にご訪問させることなど日本国民が絶対に許しません相変わらず勘違いも甚だしい お隣の反日言動に今回も突っ込んで参りたいと思いますチャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録何卒よろしくお願い申し上げますまた同時にツイッターもやっております毎回ご案内を差し上げておりますけれどもこちらでも大楽言いたい放題をやっておりますのでぜひ合わせてフォローいただければと思います とということで今回の話題でありますけれども今回はネイバーですね向こうのローカル記事でありますけれどもこんな記事のタイトルがシェアされておりました、はい、初の日曜奉還を進める岸田首相の狙いは何かということでありますけれども日曜だなんてね相変わらず本当に不敬極まりない連中でありますが、まあね、どんなことが書いてあるか早速記事をご紹介してまいります。 日本政府が鳴人日王と政子王妃本当にねもう本当にふざけてますけれどもまあしょうがないですよね今回はもう記事のまま忠実に違約したもの翻訳したものを読ませていただきますけれども訪韓を推進中という首相官邸及び宮内庁関係者の発信が報じられた1945年に創立された出版社公文社が 運営する女女性性自自身身でで報じられたとということでね女性自身でありますまた相変わらず下世話なね週刊誌による不毛極まりない記事だと私はね思いますけれどもねそういうものを平気で日本でも垂れ流しているわけでありますからあんまりねお隣ばっかり私たち日本人としてはですね言っている場合でもないのかもしれませんけれども。 中にはそこまでしどくない記事もありますけれどもなんてねそういうふうに見る人もいなくはありませんよねただ私はほとんどのものにおいてですね記事のタイトルタイトルを見ただけでもう嫌になりますからね不景極まりないとそれを見ただけで思うわけであります嫌悪感を感じて見る気も中身をね見る気もしないというものがほとんどであります 今回はねその記事を見た韓国メディアの反応ということでお伝えしてまいりますけれどもそんな中、さらに桁違いに不敬なのが愛も変わらぬ半島南線メディアでありますよね日曜、これはね本当によくもまあこういうことを言えるもんだと恥ずかしくないのかと思うわけでありますけれども世界中でこんな無知で下心なことを発信するのは はっきし言いましてこの地域しかありませんしかしながら日本人の一人としてさらに言えばですね日本の不敬な先ほどのね週刊誌よりも故意に不敬なものの言い方をするこうしたですね半島メディアよりも問題は私は今、一番の問題はこの男ではないかと思います。はい岸田首相は最近、急速に改善されつつある。 日韓関係の最終仕上げとして天皇皇后両陛下の韓国訪問を実現させたいと思っているようですと首相関係者の発言を伝えたということでねここでは天皇皇后両陛下とちゃんと書いてありますけれどもねおそらくこれは日本の記事をそのまま転用したからこういうふうにね韓国の原文からも意訳されるんだと思いますけれどもはいそして 岸田文雄首相は外務大臣時代の2015年に「韓日・慰安婦合意」を通じてこの問題を「縫合」したとこういうふうにね書いてありますここではねこの後も「縫合」「縫合」とね訳される言葉が何度となく出てきますけれども関係や問題が修復されたという意味でねこの人たちは使っているんだと思います。 まあこの報道ですよね事実確認云々以前にもう今の岸田政権のやりたい放題これをね反映しているのではないかとよく伺えるのではないかと思うそんな記事の一つだと私は思いますはいそれから記事の続き女性自身は日曜放管カードが 岸田首相の外交的意欲によるものだと報じた前例のないことを実現し歴史に足跡を残したいということだ首相は初めてという実績にこだわってきましたとし前例のない天皇皇后両陛下の韓国訪問が実現すれば歴史に名前を残せると考えているようですと首相官邸関係者の言葉を伝えたと。 いうことでありますこれも今回の報道が仮に仮に事実だとしたら岸田首相の思惑なんてそんなところでしょうよと確かにこの記事自体間違ってませんよねそのように私も思います。ここれぞまさしく売国国とということです日本国民や 日本国そのものについてのね名誉などはこれっぽっちも考えていないということがね容易に想像されるところであります将来、歴史の教科書にねどこかにね自分の名前がこうして載せられる言及されるということだけを考えているのではないでしょうかねせっかく総理大臣になっちゃったもんねとそんなレベルだと思います。 せっかく掴んだ内閣総理大臣の椅子自分がね在任中にとにかく何かしらですねやれる限りのことを尽くしてやろうと目立ってやろうということでしょうね、本当に温めきに行きますけれどもねこれを見ているだけでやっていることはですねこんなことを見るにつけてですね私は左翼革命家と変わらないと思いますそのものだと思いますけれども皆様はどうでしょうか。 さてですね、記事ではこれから先ですね、日本政府が天皇陛下と歴史問題が結びつくのを極度に嫌っていますよという下りに入るわけでありますが嫌うも何もですね、そんなことはダメなわけです。好きとか嫌いのレベルではありません。許されないことに決まっているわけでありますけれどもそんなことについてですね、私たちは話し合う余地すらないわけです。 そして何ですかこの記事、ちょっとねこの辺はもうがっつり読みませんけれどもどんなことが書いてあるかということでありますが小泉政権自体に韓国のノムヒョン大統領ですよねあの時にも日本のね天皇陛下の訪韓ご行幸を申し出てくるというそんなね話がありましたが当時の小泉政権は事実上まあきっぱりねほとんど 事実上はっきりとですね断ったというねこんなことも長々と書いてあります。なんだかんだ言って結局はですねあちらの人たちも陛下にご訪問いただきたくて仕方がないと思うところなんでしょうね、それがね叶わなかったという,ねそういう事実過去の経緯がある中でよっぽど悔しくて残念だったんではないでしょうかと思いますけれども絶対に許されません。 あんな地域にですねお足をお運びなさるなんていうことはですね間違っても許される話ではありません。はいそれからちょっとね記事に戻りますけれどもこうした事,事案に関連して首相を補佐する首相官邸関係者と日王を補助する宮内庁関係者が同じメディア報道を通じて立場を明らかにした日王の韓国訪問が なる日曜と、まあ、本当にね読んでてもう嫌になっちゃいますけれどもね。と岸田首相の間で進められていることを示すものだということで確かに岸田君なら十分にありえると思うところが本当にねおっかないわけでありますけれどもただ別にこれですねマスコミに向かって宮内庁なりですね首相官邸が 公式に答えた話ではありませんこんなものを事実として理解する半島メディアそりゃ日本に対してだってないことないことを言うというのはねわかるわけでありますけれども誰かが言い出したらそれが事実としてこのように、ね、大騒ぎして本当にあったことのように向こうのメディアはかきたてるということであります。ただね痛いのののがそそ前前にその前に 本当にまるでね、さも事実でありなんのような形で日本のメディアがね、まあ、メディアといっても週刊女性で、女性自身でですか、週刊女女性性はありませんね、女性自身がこんなことを書いたわけですからね、それをただ見て鵜呑みにして報じられているというだけですからどっちがより悪いのか悪質なのかということは、ね、言うに及ばずだとは思いますけれどもそして今、日本人はその正規の瞬間が来る前に 両国憲案をすべて収めたいと考えている2025年の日曜訪問に関する報道は韓日両政府が歴史問題を収束させるためにこれまで行った以上の大々的攻勢を繰り広げることが予想されるものであるとこんなことを書いてありますけどもいやなこったと思いますよね。日韓関係が良くなるとも 誰もね、そんなものは思っておりませんし、望んでもおりません。望むのは断行一択であります。この後に及んで、未だに日本の天皇陛下に向かって日曜なんてね、呼ぶ。地域にね、そんな地域に陛下のご訪問など何度も言いますけれども、ありえない話であります。話し合う、話し合わないのね、そんなレベルではありません。まあ、しかしこれ2025年と言ってますからね、いくら高か,だか 女性自身だと言っても東スボでも何でもね、まあ、この際いいんですけれどもこんな報道がされるだけでもね本当に不愉快ですからねさっさと引きずり下ろさないと今のね現我が国の総理大臣でありますけれども。 次の人に早くね交代してもらわないと困るわけでありますが自民党自身、今後どうするつもりなんでしょうかね中にはですね、まあ、心あるそういう発言をする人もいるんですけれどもじゃあその人たちは一体ね今のこの現状をですねどうするのかということですよね。まあ、私もねね自己発信されていいらっしゃるそういう、ね、党員の議員のの議方々は そういうい意見はね私も見るわけでありますけれども YouTube ですとか Twitter ですとかねブログですとかそういうところで発言されているものは見るんですけどもじゃあ実際にですね具体的に即実行に移すよというのはねまだ見られませんよね。まあそれだから今現状もこうしてね続いているんだと思いますけれども。 さてでは今回この報じられたニュースでありますけれども当の韓国ではどんな反応なのか今回もネットの声を見てみたいいと思いますまずはこんな声がありましたどんな理由があろうともこれは絶対反対だ、はい、日欧と日本の王室は絶対永遠に奉還するなというねこういうことを、まあ、こいつもですね相変わらず日欧だ王室だなんて言っちゃっておりますけれども。 まあこれがねいきなり最初のコメントですからねもうどうしようもありませんただね反対してくれることは本当に、ね、ありがたい話でありますけれどもまあ、こんな話がね上るだけでも私は不愉快だというところでありますはいそれから真の謝罪なしに日曜が大韓民国の土地を踏むというのか国民の声を無視する独断で傲慢な ユン・ソクヨルを弾劾すべきだということでね弾劾でも何でもやってくれと思いますけれども真の謝罪って一体何なんだということですよね。そもそも日本は謝罪する必要など戦後、1つもありませんけれどもしかしながら歴代の首相や閣僚の中には まあ外交センスゼロだ,ったんでしょう、ね、だからそういうことをやったんだと思いますが日本流のねいわゆる悪くもないのに一応礼儀だみたいな感じで謝ってしまうとりあえずねすいませんとこうなるそういうね感覚で外交上においてペコ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 謝っちゃったのも。 1>, 1人2人じゃないということですからねまた本物の売国反日左翼政治家で誤っちゃったのもいましたけれどもね中にはねそういうのもおりますがまあただ外交のうちはまだですね国民から市販の声でですねまあそれも何とかしなければいけないんですけれどもそういう形で進んできてはおりますがこれを万が一ですね今度は日本の天皇皇后両陛下に向けてですね 謝罪しろなんてことになったらもうただじゃ済まされませんお宅ら覚えてるよということでありますはいそれから日本人は人前では礼儀正しくにこやかでいつも親切だがいつ後頭部を殴られるかわからないので信用してはならないということでね相変わらず後頭部が大好きですよねあの人たちはなぜすぐ後頭部を差し出そうとするんでしょうかね。我々は日本人はおらの後頭部なんか 興味もありませんけれどもねはいそして、自国の利益は二の次に何でも惜しみなく日本へ差し出すユン・ソクヨル政権その上日曜まで韓国に送り込もうというのかとこんなことを言っておりますけれどもふざけるなという話ですホワイト国復帰ですよねそれから、まあ、直近の話ですけれども通貨スワップ提携日韓シャトル外交が再開された。 と歌いながらですね首脳や閣僚級の会談も惜しみなくパンパカイ受けるというねこんな状況これのどこがお宅らの利益が二の次なんだという話ですよね。言い換えればこれのすべてどれ1つ取ったってですねどれが日本に利益があるんだという話であります。 どれを取ってもお宅らの利益しかないということなんですけれどもね何を考えているんでしょうかね全部取り上げたいと言いたいですよね、本当にここまでくればしかしながら今のね岸田さんは絶対に取り上げるわけはありませんからねですから歯がゆいところでありますけれどもそして甘い尹政権の間に日本は何でも話をまとめてやろうと思っているのだろうと。 こんなことまで言われちゃっておりますけれどもだから日本に何の得があるんだということですむしろユ足夜の方が賢いですよね本当に売国美観まあ小美観の話ですけれどもそんな岸田政権につけ込んで今のうちに何でも取れるものは取ってやろうとうまくね 実際それをやっているわけであります一方の岸田君は、まあ、先ほども言った通り美観でありますから別にこれですね、ユン大統領じゃなくてもいいわけですよね、岸田君にとっては。例えば今ね、これがですね、ムン・ジェインだって同じことやっていたんじゃないかなと私はね、思いますよね。あのユン・ソクヨルのね、あの洋日スタイルだからそれにはめられて乗っかっちゃっているというよりも、 何でも、まあ、誰でもいいからとにかく美観の岸田君はこのように首相になった暁には絶対こういうことをね誰だろうとやっていたに違いありませんまあそういった意味でやっぱりです、ね、私はムン・ジェイン政権の方が良かったなと思うわけですよねもうあと一歩詰めが甘かったんですけどもム、ね、ン・ジェインもやっぱりビビっちゃったんでしょうね最後はねおじけづいたというところで。 まあ,ただあと一歩のところで断行も夢じゃないとそれほどのね反日行為は言動は繰り返していたんですけれどもねはいそれから李出身将軍が今よみがえって福島を死の海で焼き尽くしてくれたらよいのだがとこんなことを言い出しておりますけれどもねこれは福島汚染水だなんてね 死亡中傷を繰り返している話の方ですけれどももうもはや陛下の話でもありませんよね、このコメントはもう何でも日本を罵倒さえすれば死亡中傷さえできれば話題やきっかけなんてあちらの人たち何でもいいいいんだと思いますはい、それからもう1ついきましょう。日王は来ない方がいい方が 伊藤白文のようになるかもしれないからなとこういうことをね本当に言うわけでありますけれどももうこの下がないほどげのげのげでありますよねこの発言まあただそもそも日本国民はそんなことは百も承知で絶対にね危険だということを承知で信用できる地域ではないということを承知で絶対に行かせられないとこういうふうに言っているわけであります。 おタクらが真っ青な顔で目を真っ赤にして泡を吹きながらです、ね、罵倒などしなくても私たち日本国民は陛下をそんな場所へご訪問させることなど絶対にないから安心しろということでありますただ問題は岸田君ですよね何でも言いますけれども。 そんなことはさすがにしないだろうとそういう、ね、意見も中にはあるかもしれませんけれども今はたとえそうだったとしてもですね来月には何を言っているかわからないそれが岸田くんだと思います今、こんなニュースもね日本では同時に報じられておりますけれども最新ーー新聞からちょっとねご紹介しますと短い記事ですのでね全部読みますが。 岸田文雄首相は16日韓国の大雨被害について尊い命が失われ市民生活に甚大な被害が生じていることに深い悲しみを覚えている一日も早く、被災前の姿を取り戻せるよう心からお祈りするとのお見舞いのメッセージを発表した韓国政府は15日南東部や中部を中心に9日以降 観測された大雨の影響で計26人が死亡10人が行方不明になったと明らかにしたとこういうことをね報じられておりましたけれども何ですか、これは一体と思うわけですよね1万歩譲ってあるいは100万歩譲って岸田君がですねお隣さんにお見舞いの言葉一つも言うなとは一つも言うなとは言いませんけれども。 その前に日本の秋田をはじめとするね日本全国の災害を心配するのが日本の首相という前に日本人だろうと思うわけでありますよね、それを東日本大震災の時なんかねおめでとうございますなんて言ってきたそんな地域にここまで気を使う必要がどこにあるんだと日本人を差し置いてですねそっちにやっといてですね日本にはお見舞いの言葉一つ向けないで何をやってるんだということであります。 岸田内閣発足以来、ですね、日々流れてくるこうしたニュースを振り返れば、ですね、今回の女性自身の記事でさえ、少なくとも岸田文雄という人の頭の中にだけは、そんな考えがあっても全然不思議ではないと思うとやっぱりゾッとします、決まってからではね、本当にこういう話だって遅いわけでありますから。 国民が今回のような記事には徹底して指南拒絶するべきだと思いますよくこういうことをやるとですねいや我々のようなものがですねネット上でこうやって騒ぐと余計ねそれに死がついてしまうんだみたいなね変な一体本当のところがどっちの味方なんだと疑ってしまうようなねそんなコメントもありますけれどもダメです。 徹底してねこういう時には声を上げなければだめだと私は思いますけれども無視ではいけません皆さんはどのようにお考えになられますでしょうかということで今回もここまでご視聴誠にありがとうございましたチャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録よろしくお願い申し上げますまた皆様のコメントいつも楽しみにお待ちいたしておりますそれではまた次の動画でお会いいたしましょうバイバイ